次の停車駅は惑星ルミア。惑星ルミア。停車時間は4時間と16分であります。はい。鉄路、見てごらんなさい。うわぁ、綺麗な星だね、メーテル。あの光が宇宙の発電衛星で作られた電気なの？ええ、地上に届くときには光るのよ。すごい発電システムでしょ。それにあのシステムは太陽の光をエネルギーにしている。エネルギー切れの心配はないし、水や空気が汚れる心配もないの。へえ、やるな。優れものでしょ。だから今では他の発電は使ってないの。どう？鉄郎くん、メーテルさん。うわぁ、夜の方がすごいや。本当に美しいわ。規模な発電トラブルが発生したみたい。地上からの信号が全部切れちゃった。え、大丈夫なの？着陸できる？心配しないで。こう見えても腕はいいのよ。ルミア全体で発電も送電も止まっているそうです。原因はまだわからないようですが。すごい発電システムだったのに。ルミアの人たちは他の発電システムも使っておくべきだったわね。はい、いろいろな方法で発電していれば、どれかが動かなくなっても他のものでうまく乗り切れますからね。そうか、そうだよね。人は経験から学び成長していく。惑星ルミアでも様々な発電が行われるようになった。それ以降、惑星ルミアで電気の問題が起きたという噂は一度も聞いたことがない。